はいそれでは本日は消防設備士の1類構造と機能工事と設備の電気に関する部分のパート3について解説をしていきます今回は電気配線の問題そして配線の種類ケーブルの種類についての問題合計7問を行って終了といたしますので最後までご覧くださいそれでは本問題1番目に入っていきます消防用設備等の非常電源は容量が決められているが消防法令上有効に30分以上作動させることと さ,だえー、されているものは次のうちどれかという問題になります、えー、答えから言うと一番のスプリンクラー設備が正解となります、えー、消防法令上有効に30分以上作動させるものの中の、えー、消防用設備に関しては屋内消火栓設備屋外消火栓設備スプリンクラー設備水噴霧消火栓設備泡消火設備そして排煙設備非常コンセント設備のものが、えー、有効に30分以上作動,作動させるものになっております 今回の問題1番から4番に該当するもので、1番のスプリンクラー設備のみがこの有効に30分以上作動させるものの中に当てはまりますので、今回の問題は1番のスプリンクラー設備が正解となります。続いて次の問題に入ります。次の電気配線の部分のうち、誤っているものは次のうちどれかという問題になります。今回の問題は屋内消火栓の電気配線、屋外消火栓の電気配線、スプリンクラー設備の電気配線の問題になります。 結果から言うとこのような絵をですねしっかりと覚えていただく必要がありますここを覚えていれば結論から言うと、まあ、正解しやすくなるということですねなので簡単に言うとこの非常電源から制御盤そして制御盤から電動機ポンプここまでが屋内消火線も屋外消火線もそしてスプリングラー設備の配線も耐火配線にしなければいけないという形になっておりますそれ以外の部分は基本的には耐熱配線になっております ただ電動機からポンプの発信部そして制御盤までであったりあとは電動機ポンプから消火栓箱であったりそのようなところは水管という形になっております基本的にはこの赤色の部分が群青色の耐熱配線かどうかというところで少し違いが出てきますのでそち,そちらを間違えないように問,問題を解いていただく必要があるということですね普通の製図でいくと耐火配線にしなければいけないところはこの ポンプと、えー、モーターの電動機ですね電動機のここから、えー、この制御盤制御盤から常用,、えー、常用非常用電源へとこのようなところが耐火配線にしなければいけないということになっております1番屋内消火栓設備の非常用電,非常電源から制御盤の間は耐火配線としたこちらの問題は正解ですこの屋内消火栓設備の配線この非常電源から制御盤ここの部分は耐火配線となりますので、えー、1番は正解となります2番 屋外消火栓設備の非常電源から制御盤までの間は耐熱配線としたこちらの問題は不正解ですこの非常電源から制御盤に関しては、えー、耐火配線としなければいけないので今回2番は不正解となります3番スプリンクラー設備の非常電源から制御盤までの間は耐火配線としたこちらの問題は正解です非常電源から、えー、制御盤ここまでは耐火配線としなければいけないということですね続いて4番スプリンクラー設備の制御盤から、えー、発信部までは 発信部の間は耐火耐熱配線としたと書いてあります。こちらの問題は正解です。この制御盤から、えー、この発信部ですね。発信部ここの部分に関しては、えー、耐熱配線で繋がなければいけないので今回の問題は正解となります。以上今回2番が正解となります。続いて次の問題に入ります。屋内消火栓設備の配線で耐火配線にしなければならないものは次のうちどれかという問題になります。 え答えから言うと非常電源から制御盤が正解となりますこの一番上の屋内消火栓設備の配線の問題になりますえこちらに関しては非常電源から制御盤までこちらは耐熱配線となえ耐火配線となっておりますそれ以外の部分に関しては制御盤から屋内消火栓設備の指導表示等制御盤から屋内消火栓の位置表示等このことを言っていますここは耐熱配線としなければいけないということですねそして4番制御盤から屋内消火栓設備の起動装置 えー、この屋内消火栓から起動装置ここも、えー、耐熱配線としなければいけないので今回の問題非常電源から正規版までが耐火配線にしなければいけないので3番が正解となります続いて次の問題に入ります配線の耐火耐熱保護範囲に使用することが認められている電線のうち誤っているものは次のうちどれかという問題になります、えー、今回の問題は、えー、こちらの消防法施行規則の第12の1の4の歩及び5に書かれていることですね 600V2、えー、種ビニール絶縁電線またはこれと同等以上の耐熱性を有する電線を使用することと書かれていますこの、えー、600V2 種ビニール絶縁電線またはこれと同等以上の耐熱性を有する電線なんですけども耐火配線と耐熱配線の種類がありますがほぼ一緒ですほとんど同じことが書かれています、えー、違うのは耐火配線の方が2種類ザクッと言うと2種類少な,い少ないと思っていただければいいです 耐熱配線の方が2種類多いという形ですね。まあ、この、ここの下の部分なんですけども、まあ、この耐熱配線あ、耐火配線。こっちに耐熱配線がプラスで加わっています。あとは耐熱光ファイバーケーブルが加わっているということになります。なので、耐火配線と耐熱配線は、この先ほど言った、ここを除く2つ以外はほぼ一緒と、すべて一緒と思っていただければよろしいです。そして今回の問題に入るんですけども、えー、耐熱配線の種類といたしまして、このように、ねえー、種類があります。たくさん種類があります。 この中を、まあ、ほとんど全て暗記しなければいけないんですけども、今回は、えー、屋外用ビニル絶縁電線、こちらが、えー、耐,火耐,熱配線耐火耐熱保護範囲に使用することが、えー、認められていないものに入るということですね。なので基本的に出てくるのは、まあ、EP ゴム絶縁電線であったり、えー、この被覆のえ塩比ケーブル、そしてシリコンゴム絶縁電線など、このようなものは、えー、耐熱配線の中に入っておりますので、少し難しいんですけども、今回は屋外用ビニル。 ビニル絶縁電線が正解となりますので、こちらもしっかりと暗記してください。また次の問題、そしてさらに次の問題も同じような問題になります。この耐熱配線の種類の中で、この中に入っていないものはどれかという問題になっております。この、えー、次の問題、こちらですね。屋外用ビニルぜビニル絶縁電線ですね。先ほども屋外用と書かれていました。なのでこの屋外用とついたら基本的には、まあ、違う、えー、耐火耐熱保護ではないものだと、えー、思っていただければいいです。 そして、えー、つ目3つ目の問題ですね。引き込み用ビニル絶縁電線こちらも、ね、入っていないということですね。なので非常に難しいんですけどもこの屋外とついている屋外用ビニル絶縁電線屋外用ビニル絶縁電線そして、えー、引き込み専用のビニル絶縁電線これが今回はこの配線,耐火配線の耐火耐熱保護範囲に、えー、使用することが認めていす。えー い,いないものとなりますので非常に難しいですけどもこの間違いの部分だけしっかりと覚えてください。続いて最後の問題に入ります。屋内消火栓設備の非常電源回路の配線について消防法令上誤っているものは次のうちどれかという問題になります。1番 MI ケーブルを用いてケーブル工事とするこちらの問題は正解です。この MI ケーブルと言われるものは金属管内に銅線と酸化マネグネシウムなどの 無機絶縁材を詰めたケーブルのことを言います。MI というのはミネラル、インストラリティッドと呼びます。無機質な絶縁するという意味ですね。このような絶縁するケーブルを用いてくださいと、えー、書かれております。まあ、このローの部分に書かれていることですね。消防法施行規則の第十二条の1の4の炉のに書かれています。MI ケーブルまたは消防庁が定める基準に適合する電線を使用する場合と、えー、場合この限りではないということですね。なので今回、この MI ケーブルを用いてケーブル工事を行うというものは正解になります。 そして3番も先ほどの項目になります。消防,消防,長官消防庁長官が定める基準に適合する耐火,耐火電線を用いてケーブル工事とすると書かれています。なのでこちらが今回言われている項目になります。続いて2番 600V2 種ビニール絶縁電線相当の電線を用い、電線を金属管または合成樹脂に収め耐火構造の主要構造部に埋設する。 こちらの問題も正解になります。こちらは穂の中の穂の位のこちらの文章になるということですね 600V2 種ビニル絶縁電線またはこれと同等以上の耐熱を有する電線を使用することと書かれておりますなので今回の問題は2番 600V の2種2種ビニル絶縁相当の電線を用いと書いてあるのはこちらのことを言っておりますので正解になります続いて4番引き込み用ビニル絶縁電線を非常電源の配線に用いる こちらの問題は不正解です。このような引き込み用のビニール絶縁電線というものは、えー、先ほども申し上げた、この耐火、えー、耐火耐熱保護範囲に使用することが認められていない電線になります。なので今回の問題は、この引き込み用ビニール絶縁電線というものは、非常電源の配線に用いてはいけないので、4番が不正解となります。以上のことから今回は4番が正解となります。今回は7問解説させていただきました。次回はまた別の問題をやっていきますので、えー、そちらもご覧ください。 今回はこれで以上とさせていただきます。ありがとうございました。